濃い純ちゃんの純でございます。本日3月2日火曜日ですが、全くもってセブンナイズの方のツイッターの更新もされていないので、ゲリラショップのあの事件もまあ何も変わってない状況でございません。早速ですが行きましょうか。さあ、ほいということで、冒頭ちょっとお話ししましたが、あと1日と6時間時間はありますというこちらのゲリラショップの方ですが、優勝ルビーの方でレイド装備選択権 ×1 が250ルビーで売ってると。だからといって性能が別にめっちゃ強いわけでもない状況で売られていると。一体これ何なんだろうっていう謎が残ったまま、もう1日を経過しておりますと。これうっそもしかしてって本当にあるのかな。伏線で本当にレイド装備がバルハラみたいに変化していく素材になるのかな。カンカンこう鍛えていったらその実装のために売り出ししてるのかな。ただ一点言えるのは、あーまあそっか、ルビー250でバルハラ装備1個もらえるんだったら買えるって考えたら、今の段階の価値観から言ったらまだ安い方なのか。そうね、今回はゴールドショップの方も全く僕は手をつけていない状況でございますと。なんか非常に辛いですね。何にもお知らせの更新もなく、あと2日後の木曜日3月4日になりますかね、全くゲームのアップデートがされるのかどうなのかの連絡もまだないような状況でございますと。昨日ちょっとね、あの動画内でお話ししましたが、ちょっといつお便りいただいたのちょっと読まさせていただきます。こちらですね、ピコンとコマチャナルさんです。いつもありがとうございます。ジンさんいつもお疲れ様です。どうもです。間違いがありましたので報告です。レイド装備は回収されていませんよ。私はレイド装備持っていますということで、昨日ね、あのレイド装備って僕もう自分のボックスの中には一切ないんですよ。これもしかしたらアスド鉱石神話か、アスド鉱石上級か、上級が出てきたあたりでもうレイド装備廃止しちゃって全部石に変えますよって運営さんが勝手に切り替えたっていうような話したんですけど、多分そうじゃないですね。ナルさんはまだ持ってると。僕のボックスの中でないのは鉱石が欲しかったからもう全部レイド装備売り払っちゃったってことですね。はい、大変申し訳ありませんでした。まだ皆さん持ってる方はもしかしたらめちゃくちゃ貴重なものになる可能性を秘めてますんでね、ちょっとご期待してみてください。非常にこれこのゲリラショップがバグだったのかそれとも伏線なのか、ちょっと楽しみなところですね。まあ今日今3月2日火曜日17時22分を回ったところですが、現状何もねブログの更新はありません。まあブログの更新ね、夜こう9時ぐらいまでに何か報告っていうのは可能性が大いにありますんでね、ちょっと期待してみましょうか。いつもだいたい火曜日あたりにブログ更新多かったので、ちょっと今日の火曜日期待しておきたいところですね。ということで、今日は何しようかなと思ったんですけど、無事激変ビフォーアフター全部攻略いたしました。まあ攻略っつってもポチ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 押していくだけなんですが、そちらの方からいただいたこの神話セット装備召喚券バルハラ 10% の宝箱を全部開けていこうかと思います。もう半分近く上げちゃったんで、残るはね多分7つか8個ぐらいかな。1,2,3,4,5,6,7,8 全部で8ですね。8のうち1個出てくれたらいいな。今のところ自分の持ってるのはブロック装備ですね。ブロック装備、ちょっと見ていこうか。確か防具の前も多分ご紹介はしたとは思うんですが、神話の神聖セットですね。これですね、神聖の盾ブロック、これを持っているので、できることだったら積み重ねで神聖が出てくれたら嬉しいねという話でしょうか。早速ですが引いていきましょう。計8回勝負です。いきます。ポストマン来い。あーボーククリティカルか、使いにくい。2つ目いきます。オープンポストラドン。あーた神秘反撃神秘ってちょっと
では次、3つ目、ポシトナ、こい。あ、おー、きっと敏将33、神話支配の魔法将ですが、ゲットでございます。バルバラ2個目。これでもきついな。ばらけたか。これで5つ目かな。残る3個かな。1、2、3、4個か。あと半分きた。ボン、来い。弱点か。もうええわ。そしてあと3つ。もう1個出たら嬉しい。ボン、来い。あ、また神話かい。ま、神話じゃねえ。後期かい。いきます。ポストラン、来い。おー、来た。爆炎するや。ビショー。よし、すごい当たりだぞ。弱点が欲しかったな、でも。ポン、最後。あー、こっちはまたクリティカル2本ゲットか。暴君クリティカルはもういらない。あー、もう一個あった、もう一個あった、もう一個あった。ラストチャンス、ラストチャンス、いきます。ポン、来い。またクリティカルかよ。そりゃねえよ。これで終わりかな。これで打ち止めだね。多分全部使い果たしたね。オープンしちゃったね。あー、ないよな、ないよな、ないよな。ということで本日はこれまでということですが、バルハラ装備計2本ゲットさせていただきました。ということで、爆炎スレイヤーゲットでございます。これはラッキーですね。しかもあとは神聖と支配、神聖の方ちょっとね、これ今画面が武器になってるから出てこないですけど、まあ魔法の方も敏将と、敏将手に入れたけど、どうしようかね。実はね、この5周年記念の時にバルハラを選択権を1個ゲットしてるはずなんだよね、僕ね。ありますね、これね。残り16日っていうところで止まっておりますけど、これでどれ選ぶかだね。セット組組むんだったら、まあ爆炎のスレイヤー、もしくは魔法が出ていくんだったら神話支配の敏将取って2セット効果狙い。まあ2セット効果狙いだけでいくんだったら、これ1ポイント 30% 上昇だけだからな。その辺加えると敏将爆炎で、まあ火力アップか。あー、そっか。でもイブにつけるんだったら敏将で作って、クリダメ弱ダメ 30% 上昇望むっていうのはありかもしれませんよね。で、他のキャラクターたちで行くんだったら、こちらのブロック率上げで 30% アップだから、これをもう一個手に入れるっていう手もあるという感じでしょうかね。まあワンセット作って、うちのまあアリーナで使っているキャラクターたちにちょっとつけて使ってみようかね。ここはちょっとアスゾン鉱石神話がまだ緩和化されるのが4月以降になるんで、ちょっと貯めておこうかなって実は思ってはいたんですが、まあ最低限プラス20までの形まで育てて運営していこうかなと僕は感じておりますと。はい、ということで本日はまあちょっとようやくビフォーアフターの宝箱全部開封して、なんか気持ちがね、すっきりしましたよ。あとすっきりしないのは、このレイド装備が一体何の意味を持っているのかっていうのが非常に気になっているところでございましたと。明日、今日明日には必ず何らかのお知らせなどが発表されるんじゃないかとは思っていますので、今日こそね、期待して待っていたいと思います。ということで本日はこれから仕事行きますんで、早いところ編集して出かけないとなりませんね。はい、もしよかったらグッドボタンチャンネル登録してってください。ティアメさん、バイバイ、ありがとうございました。